皆様こんにちは。この動画では2022年3月末時点のですね、家工房の最新の店舗数、それから展開しているエリア数についてご案内をさせていただきます。なぜ2022年3月時点でこの店舗数をご案内するのかということなんですけども、株式会社ひとすけ、私たちの会社ですね、この決算が3月決算というちょうど節目になります。2022年3月決算ということは、2021年4月からですね、2022年3月まで運営をしてきたわけなんですけども、この2022年3月の時点のですね、最新の店舗数について皆様にご案内をさせていただきます。2022年3月時点のですね、家工房の店舗数ですけども、なんと150店舗、ちょうど150店舗というところまで来ております。店舗数150店舗になるんですが、展開しているエリアの数ですね、この店舗とエリアの定義になるんですけども、店舗というのはいわゆる事務所があってですね、そしてエリアがあってと、この店舗の数は事務所の数と考えてください。例えば1事務所で1エリアで活動しているオーナーさんが、隣のエリアもちょっと儲かってきたから広げたいな、エリアを拡大したいなと言ってエリアを増やすっていうことがあったりとか、また新規のご契約の際にですね、ラグジュアリープランというものをご用意しておりまして、2エリアからいきなり同時にスタートできますよというプランもあるんですね。この場合事務所が1つでエリアが2個であれば、1店舗そして2エリアというカウントになります。ですので2022年3月時点で店舗数は150店舗になるんですけども、展開しているエリアの数に関しては159エリアとなっております。また嬉しいことにですね、2021年4月から2022年3月のこの1年間、もうすでに開業して家工房の事業をやられているオーナーさんがですね、ちょっと儲かってきたな、また従業員さんを雇用してエリアを拡大したい、または売り上げをもっともっと上げていきたいというところをお考えになられて、エリアを増エリアといってですね、増やす契約をされるオーナーさんもいらっしゃるんですね。その数がなんと1年間で6オーナーさんが増エリアの契約をされたということになっております。まだこのエリアに関してはオープンしてませんので、おそらく2022年4月からですね、次の1年間でまたエリア数もさらに増えていくということになってくるのかなというふうに考えております。以上がですね、この2022年3月時点の店舗数のご案内となります。まだ150店舗159エリアですから、日本全国で見るとですね、まだまだ展開できる余地、または展開できるエリアがまだ余っているという状況になりますので、ご自身のお近くでここで開業したいなとかですね、この地域でお店をやってみたいな、家工房をやってみたいなというお考えがございましたら、ぜひ説明会の担当者へ空きエリアについてはお問い合わせをいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。